な止めたいもんね。さあここでここで大きます。そうね。まさかの先に強い方出す。すごいな、2キャラの使い方が向こう巧みですね。こっちもあの順当にいってたんですけどね。俺あのネクロ戦かかめくんにダッドリ出してもよかったんだけど、はい、結局その後サブキャラで結局勝てないから、はいはいはい、じゃあ後に出すかってなったんだけど、今日もなんかかなり押してるムードだが、ゲイエージの前では一気に、あーおしゃれ、体力が逆転される。いやしっかりしてる。あ、ライブじゃない、いやでもわかんないぞこれ。減るぞ、結構減るぞ。あ、当たる、大足後ろ投げ、これは足りる、足りた。おっと、確かに名前ユン、通常技最大。名前ユンになってる。あ、ほんとだ。疲れてる。ユンさんのよね、ユンさんの。あー刺さって、あー一気に体力が削りにくい、減りすぎだろ。いやそれを止める、相打ちでもね止まればいいんだ。あれは意外とあのリーチがま、でもそうだよね、止める技がたくさん。絶唱で体育、絶唱体育がすげえ強いんだね。でも強いよな、うん、結構固まりくんとかにやられる、垂直とか。でも12には特にいっていいんじゃないかね。ガードが高い、おいしい、使った。ちょっと歩きが足りなかったのか、現役人ギリギリ足りるかと思ったのかな。飛んで飛んでと、地上のユン、空中のトゥエルブになってますが、制空権とね、地上の権利はお互いに。あとふ、あこれどうやって追っかけるの、忙しい、あー難しい、浅いと、めんどくさすぎる、さばいてる、うまいね、どこだろう、これでもかなり、うわー、絶勝、まあまあ、もう一回貯めればいいでしょうと、あ、大パンチ、大足、逃げれない、あうわ、これはまさか、ワンチャン死んでたの今、うまい、え、それ、それで来撃対抗してるのうますぎませんか。ニードルでクズンポテション、幻影陣が1回ぐらいしかフルコン入ってないぞ、わかんないぞこの状況、危ない、あー大パン強すぎ、んだけどな、うまい、あーワンブロ投げうますぎるだろ、マジか。おっと雲行きが少し怪しく、おっと